冬ざれ。久保田万太郎。朗読、てるゆり子。人のあまり知らない海辺、冬。宿屋の広い冬ざれた庭の一部、やや高みになった砂地、草の枯れ色、遠く海が眠っている。曇天、午後三時過ぎ。おかよ、形ばかり置かれた陶製の腰掛けに腰をかけて所在なくタバコをふかしている。すでにそうしたことに3、40分過ごした後である。たまたま汽車の遠響きが聞こえる。おかよを立つともなく腰掛けを立つ。高みへ上がってしばらくその方を眺める。やや長き間。遠響き消える。そのままおかよ高みに立つ。行くよ、出てくる。すみません。すみません、本当に。田舎の人は気が長いもんだから。帰ったの、もう。ええ。どんな気がして？どんな気って？でもいい子じゃないか。見て、姉さん。ああ、2階へ上がるところを廊下で。そう思って見るせいかよく似ている。私にでしょ？いいえ、お前さんにもだけどあの人に。口元なんかそっくりだわ。そうかしら。そう思わない、お前さん。思わないことも。色の白いとこはお前さんだよ。お前さんに似たんだよ。でも不思議だもんね。何が？いえ、もっと変わってるだろうと思ったら、変わってませんわ、ちっとも。この前会った時のまんま。そのまんま大きく。いつ会ったの、この前は。だから一昨年。ああ、そう聞いたっけ。けど、そんな気はけどしませんわ。そんな気はしないって？いえ、一昨年だなんてそんな、ずっともっと前のような。そんな気がしますわ。いくつ今？あの子？ああ。7つ。と、この前は5つの時あったわけね。ええ、そう。じゃあそんな、そんなに急にお前さん。え？わずか2年や3年で急にそんなに変わるわけがない。いえ、でも、それは東京にいればそうかも。いえ、田舎だから。のんきだもの、田舎は。そういえば。けど、その時、一緒だったの、その時。え？いいえ、その一昨年の時、一緒だったの、あの人と。ええ。まあ、憎らしい。なぜ？すまして、ええ。だって聞くんですもの、姉さんが。いくら聞くからって。でも、いいえと言えば嘘になるでしょ？来たんですもの、本当に。それもあの人の方から言い出して、いっぺん行こう。お互いに自分たちの子供の顔を知らないってことはない。お互いにまた先にいてどんなことがあるかわからないから、一度一緒に行こう。そう言って無理に。無理に？ええ。嫌だったんですもの、私。
生実家そんなことをして後に念が残る。せっかく諦めているもの。やっぱり虫が知らせたんです。先にすればもう別れる下心、そのつもりだったんですから。その時まさかそうでも。いいえ、そうだったんです。今から思うとよくわかるんです。それが手を変え品を変え、いろんなことをして私をごまかそうとしていたんです。だってまたどうしてそんな。今のあの築地のうちの養子になる話がその時もうできかけていたんですわ。だからそれを感づかれまい感づかれまい、そのためにもう一生懸命。バカだから私そのごまかしに乗っていたんですわ。長かったんだろう、しかしお前さんとは。ええ、私の17の時からだからちょうど10年。10年。あの人がまだ大阪から出てきて立花屋さんのうちの人になったばっかしの時ですものね。あら、あの人髪型の成駒屋さんのうちのお弟子だったんですわ。もっとそれをああいう人だから修行をするなら東京。そうとお腹を決めて立花屋さんが向こうへ行った時、頼んでうまくこっちへ来られる段取りにしてもらったんですわ。だから立花屋さんのうちのものになったとは友情、表向きは成駒屋さんから立花屋さんが預かったといった形の人になっていますの。だから何かにつけて分がいいんですわ。利口な人なのね。それはもう目先が見えるってあんなに見える人もありませんわ。一緒にいて時々怖くなることがありましたわ。あれだけの人気のあるわけですわ。そんな人がまた、そんな利口な人がまたどうしてお前さんをそんな目に。いきなりそんな騙し討ちのように。薄情すぎるじゃないか、それじゃあ。利口だから薄情なんですわ。利口だから薄情？そうですわ。そんな人だからいつまで下手な人情なんかに絡みませんわ。だってお前さん、7年も続いて子供まである中を。それだって末のためにならないと見れば平気で手の裏の返せる人ですわ。私と一緒になったって私にはお金はなし、引きはなし。損をすればって得の生きようはありません。築地のうちへ養子に行けば酒はああいう派手なお茶屋さんだし、芝居道に顔は広いし、立花屋さんも進んで自分から仲人になるし、得をすればって損の生きようはありません。自分の身の可愛い人だったらそうしますわ。そういう人かね。そういう人ですわ。その自分はまだ今のようにお前さんと付き合いはない自分だったから詳しいことは知らなかった。けど深い仲だというのにどうして今さら別れたんだろう。深いと言ってもやっぱり役者と芸者だったんだね。他目で私たちはどっちかといえばそれごらんいい君だぐらいに、まあいろいろ勝手なことを言ったのさ。他役者つまり。そんなお前さん、あんな小さいのまであるとは夢にも知りゃしない。ええ、それは知りませんわ、誰も。あの人と私とうちのおっかさんと、その自分私たちのことを始終心配してくれたうちのおかみさんと、知ってるのはそれだけ、4人だけですわ。けど、それに今度姉さんに話したから都合5人。しかしよく隠したんですものね。それ私は構わないと言ったんですけれど、あの人は強情に、それはいけない、そんなまだ時節は来ない、だから私あの子を産むのに半年も前から信州の山の中へ入っていましたわ。それだって今から言えばあの人の利口な用心のいい。同じことでも子供のあるとないじゃ
早い話が末始終。どこへどう養子に行くとなったって、それだけ後腐れの少ないわけですものね。あの子を産んで、産むとすぐ藁の上から？それでも、一月そばへ置きましたわ。で、今のおばあさん、あの子を今連れてきたあのおばあさんが今のあの子の？いえ、あれは、今言ったその、私たちのことを始終心配してくれたうちのおかみさんの遠い親類とかになる人。あの人の世話であの子、この土地のあるうちへもらわれてきたんですわ。と、お前さんの昨夜訪ねて行ったのは？あのおばあさんのうち。親知らずでやったんですもの。先のうちへは行かれませんわ。じゃあ内緒なの、やっぱり。ええ。ああ、記者。昨日のよ、姉さん。え？昨日、私たちの乗ってきた記者ですわ。もう少しさっきも通ったけど。東京へ行くんでしょ、それは。どこかですれ違ったんじゃありませんか、昨日も。知らなかった。けど心細いわね、記者の根の恋しいのは。寂しいとことは聞いたが、これほどとは思わなかった。驚いた私。東京から5時間かそこいらのところにこんな国があるとは思わなかった。冬で今時期も悪し、あいにくまたお天気も悪し。ご覧よ、あの海の色を。あの陰気な。一人だったら私、半日だって辛抱できやしない。いえ、私もこれほどとは。考えたらこの前来た時は春でしたわ、ちょうど。だからもっと海の色でも青くって。そうでしたわ。停車場降りたところにそう言っても綺麗に桜が咲いていましたわ。だから寂しい中にも陽気な、どこか晴れ晴れした。それはそうじゃないか。あの人と一緒ならそのわけじゃないか。あら、そうじゃないとは言わせない。うっかり聞いているとお前さんの話は後で飛んだバカを見る。あら、そんな。いいよ、たんとそうし、たんとそう人を悪くおし。そんな、そんなつもりじゃありませんわ。じゃあどんなつもり？言いますわ。じゃあ別れてから私、あの人の出る芝居だったら影のぞけだってしたことありませんわ。ということは顔を見るのも嫌だから。顔を見る際気持ちが悪いから。先にいくら未練があってもこっちにはこれっぱかりももうありませんわ。私でもそれほど育児がなくありませんわ。それより私には、今の私には諸口さんという大事な人がいるんですわ。と言ったら姉さんどうなすって？わからない。わからない私には。何が？いえ、そんな嫌な人の、顔を見るのも嫌な人の子、いくら自分の産んだ子だからって。嫌な子って私なら。でも子供に罪はありませんわ。いくら子供に罪はないからって、それはこれがお前さんがあの人に別れてそのまま一人でいるとでも言うならまだ別だけど、そうじゃないんだもの。お前さんは冗談にでもはっきりそう自分の口から言える諸口さん、そういう諸口さんというちゃんとした人があるんだもの。お前さんには、私はお前さんが好きだから、お前さんのすることは何でもよく見える。それだけに私余計わからない。いいえ、それは姉さんが、それは子供を持った覚えがないからですわ。子供？ええ。
そう言われりゃしょうがないけど。けど言いますわ。言いますわ、私。言いますわ、やっぱり。何を？このこと、このことをみんな諸口さんに。何を言うの、お前さん。私、姉さん、どんなことでも諸口さんには言わないことってないんですわ。今までの私の、それこそお酌の自分からのいろんなことを一つ残さず話したんですわ。あの人のことだって、自分から詳しく私そう言いました。けど一つ、あの子のことだけたった一つ。いいんだわ。それでいいんだわ。けど私、私にすると。いけない。郁代さん、それはいけない。他のことと違う。他のことはどんなことを言ってもいいけれど、それだけは、それだけはお前さん。それも今までせっかく分からずに来たものを。そりゃお前さんはそう言ってしまった方が、お前さんとしたらさっぱりしていいだろうけれど。いいえ、そうじゃないんです。そうじゃないんです、私。未練が出たんですわ。未練？あの人にじゃありませんよ。あの子に。今会ってあの子に。これっきり会えない。これっきりもう会いに来ることができない。そう思ったら私。